天草蜜蜂つつじは上天草市だけに自生する天草地方の固有種で、淡い紫色の花で一本の枝に一輪しか咲かないそうなんです。珍しい花の付け方をするんですね。そうなんですね。それにしても可憐ですね。綺麗ですよね。上天草市マイスターガイドの橋本英二さんによりますと、およそ1万5000株ほどが自生しているそうなんですね。絶滅危惧種ということですけれども、いつまでもこの景色見たいですよね。国内ではここだけだそうです。今年は3月頃から咲き始め、例年より5日ほど早く明日頃にピークを迎えて今月いっぱい見られるそうです、数種類ぐらいかなと思ってたんですけどね、結構あるんですね。花をめでながら向こうまで行って温泉でも入って帰りますんで訪れた人は天草蜜蜂つつじと八代海を見下ろしながら歩く遊歩道の散策を楽しんでいました。